オーガスティン・ピラメで、カンドル・オーギュスタン・ピラミュードゥ・カンドールは、スイスの植物学者である。王立教会外国人会員。カンドールは、チャールズ・ダーウィンの自然淘汰の原理に影響を与えた、自然の戦争の考え方を示し、異なる種が類似する環境の下で、同じような性質を発達させるいわゆる、相似の現象を認識した。一定の光の下でも、 植物の歯の動きが非変化することを認識し、植物に内部的な生物時計があることを主張した。オーギュストの子孫、アルフォンス・ド・カンドールやカジミール・ピラミュード・カンドールも、分類学の研究に貢献し、オーギュスタンが編集を始めた、植物カタログプレドロマス・システムティス・ナチュラリス・レグニー、ベジタバリスの作成を行った。ジュネーブに、役人の息子に生まれた。 先祖は16世紀に宗教迫害からジュネーブに逃れたフランスの名家であった。7歳の時に水筒症を患うが文学などに才能を見せた。コレージュ・カルビンでジャンピエール・ボーシェに学び植物学を研究することを決めた。1796年にデオダ・ダ・ドロミューの招きを受けてパリに赴き、1798年にルネ・リュイッシュ。 ディス・フォンテンズの助けで、シャルル・ルイ・レリティエ・ドゥブリューテルの薬草園で働いた。この仕事で評価を受け、1799年に、最初の著書、プランターラム・ヒストリア・サキュレンタロムを出版し、1802年に、アストラゴロジアを出版した。ジョルジュ・キュビエ・アラマルクの注目するところとなり、キュビエの推薦で、1802年にコレージュとフランスで、仕事を得た。 ラマルクから植物史フロール・フランセーズの第3版の編集を任された。この仕事で、カール・フォン・リンネの人工的分類法と異なる、植物の特徴に従う、自然分類法を採用した。1804年にエッサイ・シュール・レ・プロプリテ・メディコリズで、プランテを出版し、パリ大学の医学部から、医学の学位を得た。 二年後、シノプシスプランターラムインフローラガリカディスクリプタラムを出版した。その後六年間、フランス政府の求めで、フランス各地の植物、農業の調査を行った。1807年モンペリエ大学医学部の植物学の教授に任じられた。1813年にテオリエラマンテルデラボタニークを出版し、初めて分類体系という用語を使った。 1816年にジュネーブに戻り、1834年までジュネーブ大学で植物学と動物学の教授を務めた。1817年にはジュネーブで最初の植物園を設立した。その後は植物の完全な分類を目指す著作レグニー、ベジタビリスシステマナチュラルの執筆に費やすが、2巻を 発行した時点で大規模なプロジェクトの完成を断念し、1824年からより小さいプレドロマスシステムティスナチュラリスレグニーベジタバリスの観光をはじめ構想の2、3の7巻を完成した。種を100以上除くに実証的な特徴で分類を行った。オーギュストの子孫は3世代にわたって植物学者となった。 息子のアルフォンス・ド・カンドールも、オーギュストの仕事を引き継ぎ、比較形態学、植物分類学、植物地理学などでの業績で知られ、孫のカシミール・ピラミュー・ド・カンドールもプレドロマス・システムティス、ナチュラリス・レグニー・ベジタバリスのホイ、改訂を行った。ひ孫のリチャード・エミール・オーガスティン・デ・カンドルも、植物学者となった。植物の属カンダリアとキャンディ・リーデンドロンの属名は、彼に、 県名されている。分類学の科学史カンダリアは、カンドール一族の貢献から使命にされている。D.C. は、植物の学名で命名者を示す場合に、オーギュスタン・ピラミュード・カンドールを示すのに使われる。デズモンド、エイドリアン、ムーア、ジェームズ・ダーウィン、ロンドン、マイケル・ヨゼフ、ペンギングループ、ISBN 0-718134303、チズム、 ヒュー、エ ed. カンドルオーガスティン・ピラメデ。エンサイクロペディア・ブリタニカ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、http コロンスラッシュスラッシュ www.gutenberg.org スラッシュファイルズスラッシュ33052スラッシュ 33052-h スラッシュ 33052-h.htmr78 グレー。朝、サージェント。 チャールズ、サイエンティフィック・ペーパーズ・オブ・アサ、グレー、セレクテッド・バイ、チャールズ・スプレーグ・サージェント、ホートン・ミフ・フリン、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、id イコール48カマジュ&、ピコグラムイコール PA292、リトリーブド15メイン2011、出番の著作リストを流用。ありがとうございます。